あの、薬草師のミルラと言います。このコードネームはケルシー先を選んでいただきありがとうございます。私はファイヤーホイッスル警備の責任者で、名前は、コードネーム、そのまま社名でファイヤーホイッスルって呼んでください。そう、どうも、私はメテオ、森の弓使いよ。こんにちは。私初めてこんな大きな移動施設に来たんで、ちょっと初めまして。どうぞって呼んで。ああ、これ。前にも間接的な関わりがあったとはいえ、ようやく正式に顔を合わせることができたわね、ドクター。ロンメンスラム街の感染者問題については、あなたと直接やり取りした方がずっと効率的だと思っていたの。クロストリーフ、傭兵をやっていたが、今はお前に命を預ける。誰か、御社のスタッフからここでいい暮らしができるって聞いたんだけどさ。寝食はただ、遊びも充実してるって。ですが、これから報道予備隊 A6 カタパルト着任です。さてさて、あんたはあの僕ね。はじめまして、ドクター。プレゼントにこれをどうぞ。僕の集めた鉱物が入った標本ケースで。コードネームはバニンコーンです。今日からロドスで働かせて。バニラと申します。訓練生としてここで勉強させていただきます。召喚は星熊と申します。これより重装オペレーターとして。はいはい、クルーズですよ。また会ったな。私は我が部族で最も大柄で屈強な戦士、フリントだ。ここには強い奴がた。あ、ドクター、こんにちは。
今日からお世話になります。術師のスチュワードです。ひとまずよろしくお願いしますね。はじめまして、ドクター。新人オペレーターのジャッキーだよ。前はクルビアで補助警察をやってたんだ。お客様、私に最高の笑顔を見せてくれませんか。弊社を選んでいただきありがとうございます。私はファイヤーホイッスル警備の責任者で、名前は…はいはい、クルーズですよ。ビーグルって言います。まあ、採用テストはギリギリでしたけど。医師見習いのハイビスカスです。みんなからはハイビスって呼ばれてます。今日から大将、どうも、ジェイと申しやす。星熊さんに勧められてロドスに行きやす。ドクター、妹たちの面倒を見てもらっているようでかたじけないな。私の方もこれからしばらく世話になる。ションユへと呼んでくれればいい。ああ、古い知り合いがくれた名だ。将兵たちのことを思い出すのだ。縁の各地から玉門へと集って、一生戦の中で過ごし、生死の際で戦い、けれどもそのすべては己が功績のためではないのだ。交わりには多く語る必要はないさ、ドクター。問題の解決方法はいくらでもあるものよ。私も時には物事を円滑に進めるためにこうした場へ顔を出すこともあるわ。これまでどれだけ多くの表彰を受けたかなんて覚えていないほどだけど、結局私はあの影の中へ戻らないといけないの。問題の解決方法はいくらでもあるものよ。だから私にとって正面衝突は最後の手段なの。自分の成していることは分かっているから、それで十分よ。人に知られずとも良い栄誉だってあるし、全ての道を共にする人がいなくても進んでいくことはできるもの。
公が私の6部官になるというのか。ロドスのもてなしには感銘を受けるな。うちの妹たちがここを気に入るわけだ。ん？誤解？なあに、私が貴公の副将となるのでも構わんさ。